何？はあ、どうしたらいいのこれ。待って、今何した？今どっからしたの？違う、ここ、壁のところに置いてあった。これどうしたらいいの？いや、まあ、わが、まあ、まあ、高いとこ、何？ちょっと、やばい、いろいろ追いつかない。ちょっとこれ、一個一個片付けていきたいんですけど。え、使う？これ高いとこにあるなんか扉とかのやつ開けるものかなと思ったけど、しかもさ、はいといいえ選ぶたびにさ、うん、フックがちょっともうダメじゃん、主人公が全然我慢しきれてないじゃん。どうしよう、使ってみる？どう使うか分からんねんけど。まあでも使うって聞かれてるし開けてみる。使うか。え、なに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 これ、何これ。え、私壁の隅っかなんか穴かなんかかと思ったんだけど、ちょ、念のため、ちょっと待って、ちょっと待って、とこちゃん。うんうん。何？とりあえず、この今手元に持ってるものを何か知りたくない？知りたい。これなんかできないのかな？手元に持ってるものを何かどうか知りたいかって言われると、はい。はっ！なんで言葉通じてたか今、やめようよ、やめようよ、やめよう、やめようや。やめてあげようや。じゃあな、うん、あ、ここや。なんか、ん？なんかいない？あれは人？置物？ん？わかんない。ん？どこをノックするつもりで？すみません。大丈夫ですかって何か。こっちが大丈夫ですかだよね。聞こえてないんかな。え？ちょっとやだやだ。すみません。え？もう一回窓から見る。ほらなんか窓から見た時だけ見えるなんか反射アートみたい。わかったよー。わかったし帰らんか。あっち行ってって言われへんかったから入っちゃおう。ビビらせようたってそうはいかないですよ。もうビビってんねんよな。そうはいかないです。なんか、え、いいぜ。なに、田澄社長みたいな人。やばい。よく見て、ほら。多分シミ、なんか人の方、ん、いや、知らん、わかんない。ちょっと待って、トコちゃん、さっさっさって言うのやめて。言ってないよ、私。トコちゃん、私で ASMR してるやろ。してない。私で ASMR してるってなんやねん。あんたダミヘになるんか。なんかおるよ。私の声に似てるな。いやいやいや、確かに似るかもしれん。何よ。急に大きい声出して。10円くれたで。やったー。あの人10円くれた。これは何？あと10円よ。これ、ロープですね。いや、まあ、気にしないで行こう、気にしないで。ね。大丈夫？ね、うん。これ、あれやね、あの、特殊な結び方のやつ。特殊。もうやだー、それもやだ。やっぱり引っ越そうよ。ここ新居やだよ、とこちゃん。大丈夫、大丈夫。広いし。あ、えなんかこんにゃく踏んだよ、視聴者の誰か。
汚れた。ここ住みたくない。汚いから、もう、ここのせいで住みたくないわ。ま？あ！ラッキーガール。あ、じゃあ自販機行こうか。自販機に行こうよ！わかったわかった。自販機な。自販機！じゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけんで、じゃんけんしよう。いいよ。最初はグー、じゃんけんパー。チョキ、はい。ラグってレベルじゃねえぞ。なんか赤いって。あ、でもなんもないな。赤いだけ。いやいや、なんか赤かったよ、今。照明の色変えはったんや。読めね、じゃあ。はい。7枚目。逃がさないよ。大丈夫だ、とこちゃん。これで読み終わろう、押せば聞く。離れたな。離れてない、離れてない。見て、ほら。え？画面もとこちゃんのことをまっすぐ見つめてる、ほら。音が遠いんよ。ちょっと喋っても口の動きが、ごめん、ちょっと。音がもう遠いんよ。読み終わるな、じゃあ。はいよ。はい。あいつには悪いけど、もう帰ろう。後で連絡しとけばいいよね。私もそう思うよ。帰ろうじゃん。テーブルの。あ、さ、ドア閉まってない。開けてきたよ、私。確かに。あ、これ覗けってこと？いいって、マジで。じゃんけんしよう、とこちゃん。今度こそじゃんけんしよう。オッケーオッケーオッケー。最初はグー。じゃんけん。パー。チョッキ。こんなのって誰やねん。え？ハハハポポシ読まれんかった。ん？ごめん、聞いた？